はいおはようございます。こんにちは。こんばんは。サンロードの花園です。えそれでは2024年の10月の15日ですね、ポッドキャストを始めていこうと思います、えー。私、先週ですね、3日間お休みいただきまして、佐賀の方にね、行ってまいりました。あの、動画の方にもね、ちょこっと上げておりましたけども、あの佐賀の竹尾物産館っていうところがございまして、 ね、そこの方々とねもうちょっと昔からねやり取りしておりまして、まあ、いつか会えたらなと思っておりましてちょっとね行く佐賀に行く機会ありましたんでちょうどねえ物産館に行ってコラボをしてまいりましたで佐賀のスーパーと言いましたファインズ武田さんですよねなんでねちょっとこの日に物産館行くんでよかったら来ませんかみたいな感じで声かけておりましてでね、えー、のファインズ武田さんともねコラボしたんですけどもね ただファインズ武田の副社長さんがねちょっと所用がありましてまあね今回はちょっと欠席だったんですけどもねなぜ欠席かはねちょっと近いうちまあ来月ぐらいかなファインズ武田さんのね動画の方に上がるかと思いますんでそちらの方ねご覧いただければと思いますでそのねその行った日にねちょっとコラボしてちょっといろいろ話してねめちゃくちゃ楽しかったですねで夜はねあの 三船,船山っていうところがございまして他境にねえそこでちょうどイベントしておりましてあの何、ー、だったっけチームラボねチームラボでね結構すごいことされてるじゃないですか全国各地でねそれの,のイベントがねちょうど下がりりましたんで、まあ、それ見てきてねもう結構ね綺麗だったですね結構あの色味なのかなあの池にね池を 池を使ったプロジェクションマッピングといったらいいのかな、そういう感じのとかね、いろんな作品とかありましてね、ちょっと怖いところもあったんですけどもね、あの結構綺麗だったなって感じですね。で、次の日は、味の素、ね、味の素、佐賀にね、九州事業所がありまして、そこにね、ちょっと工場見学行ってまいりました。<laughs> あのー、個人でね、予約受け付けてるんですよね、だいたい毎週、あのどうしよう、水木金。 かなね、その予約受け付けておりましてやっぱりね土曜日は人がね結構埋まったりしてるんですけどもその私が行った時はあのここのえっといつだったっけ、えー、10日の木曜日の昼からの部でね受けたんですけどもちょっと自分と妻と2人だけでね <laughs> だったんですけども他の人いなくて、まあ、工場見学してまいりまして、まあ、工場見学と言いましてもその工場の内部は見ることできないんですよね。 あの外をねそのバスあの味の素と言いましたアジパンダですよねそのアジパンダのマイクロバスに乗ってねその敷地内をね巡ってって感じだったんですけどもねまあ、その前にねその味の素グループ会社のことについての説明やですね味の素はねどういうふうに使われてるっていうのを説明ありましてで最後にねちょっとした実験あったんですよね。 その味の素の実験なんですけども味噌スープ味噌味噌汁じゃないですけども味噌を溶かしたお湯だけこれを最初に飲んで、まあ、その後に味の素をふたふりかなかけて飲んでみてその違いねって感じを感じるって感じの実験みたいなやつだったんですけどもわあめちゃくちゃ違いましたね <laughs> って感じでねやっぱ味の素すごいなーって感じなんですけどもね、まあ、味,の素味の素ってね いろいろ危険とかね言われておりますけれどもそういうことないんすよねまあ昔からなんですけどもいろいろ言われてるんですよねあの昔はねその蛇で作られてるとか大正時代だからね蛇で作られてるとかねそういう噂があってもうね味の素がね味の素の会社がねそれを逆手にとってその蛇で作ってる証拠を突き,止めた突き詰めたら突きつけたら突き止めたら ね、賞金与えるだったかなねそういうのがあったりとかねまあ一時期はねその石油で作られてるとかね噂さありましたけどもっていうかね実際にね石油で作ってた時期もあったんですけどもまあねやっぱりそういう食べ物じゃないものから作るってやっぱりみんな抵抗を受けるって感じでね今の発酵法そのサトウキビサトウキビを用いた発酵法でね味の素を作られてるって感じなんですけどもね。 あの何年か前にねその味の素の歴史みたいな感じのね動画 YouTube で上げておりましてその時にねめちゃくちゃ勉強したんですよね味の素に関してねねえほんとでもね味の素に関して動画出すとね絶対ねアンチコメントつくんですよねアンチコメントっていうかねねえなんでねほんとえー、でもそのコメントに書かれてるのちょっとおかしいなっていう部分ばっかりあるんですけどもねねほんと そういういねちょっといろいろね調べればねやっぱり分かることなんですよねそのなんだろうまあ調べるっちっても今インターネットっていろんな情報あるじゃないですかだからねその自分の考えに合う情報だけ引っ張ってこれるんですよね。<laughs> ねあきれってねなんでねどれが正しいか分かんないんじゃないですかだからね本当あの何年か前に作った 味の,素の動画ね、味の素の歴史みたいな感じの動画を作った時はね参考にするサイトはあのやっぱりそういう研究所、まあ、味ののホームページはもちろんなんですけどもそういう研究所とか論文とかあと海外のねとかいろいろ調べましてね参考文献とか載せてるんですけどもやっぱりねちゃんとしたところ ね、情報のデモとしっかりしたところあの個人のブログとかは、ね、あまり当てにならないからですねなんで、まあ、やっぱりそういうきちんとした研究所とかねそういうところのとか論文とか、ね、いろいろ調べて、まあ、自分なりにまとめてあげたって感じなんですけどもねねまあほんとねやっぱり売れる商品っていうのはやっぱりいろいろ言われますよねとていうかね あれなんすよ今回の工場見学にはねそういう説明なかったんですけどもその味の素のおかげでねこの IT 関係が成り立ってるっていうのもあるんですよねその味の素の発酵して作ってるところにやっぱりその味の素と一緒に副産物できるんですよね その副産物がね今の半導体では欠かせないものとなっておりましてね熊本だったらねもう TSMC だったかなめちゃくちゃ有名になってねそういう話題が結構ありますけどもね味のもとでできた副産物それがね今、半導体の半導体製造とかで使われておりまして シェア率がやっぱほとんど100%だったかなって感じでね、まあ、味の素のおかげでその IT 技術も進んでるというね、まあ、ちょっと変わった部分も変わったっというかねそういうの部分もありましてねえもう本当何がどう影響するか分かんない感じですよね食品の方で研究していってできていった副産物がなんと半導体で重要な部分を占めてるみたいな感じでね ほんとね、味の素があるおかげで今の IT 関連、ね、と半導体の技術が、ね、進んでいるというのがありましてね、まあ、その辺も、ね、いろいろ勉強すると面白いんいですよねなんか話がだいぶそれてありますけども、ね、そういう感じでね,あのあね学生時代にする勉強って、ね、もう広く幅広く。 勉強するんでねやっぱ勉強嫌だって感じですよねでも大人になってからの勉強はねほんとその自分がついてる仕事に関する勉強をすることがほとんどなんでねなんか結構面白いですよ、ね、自分今食品関係の会社を務めておりますけどももともとはねそういう技術職なんでね その食品が技術に結び技術系技術系に結びつくまあある意味そうですけどもねなんか面白いなって思いましたね。でね今回味の素工場見学行きましたんであなた佐賀にはねあのキューピーキューピーマヨネーズのキューピーあの工場もありますんでねまたちょっと。 いつかいつかっていうかね、まあ、近いうちに今度はキ p ーピーの方のね工場見学に行ければなと思っておりますキ p ーピーの方はねなかなか予約がね取る,のが難取るのが難しいというかねその見学個人向けの見学日程がねかなり狭まれてるんですよね,ねなんでちょっとそっちも行きたいしあと熊本にはね小池屋、ね、お菓子の小池屋のね工場見学もあるんですけどもあれはね結構 やっぱ人気あるみたいでで抽抽選抽選なんですよね2ヶ月ぐらい前からかな今10月なんで今12月の予約受け付けてるのかなであれも抽選なんでね小池屋の方はねちょっと難しいかなって感じなんですけどもね行ってみたいなーって感じなんですけどもねはいってことでねちょうそういういろんな工場関係工場関係というかねそういうの興味があられる方はね是非工場見学とか結構ね個人 個人での見学を受け付けている会社さんとかありますんでね、そういうのをってみてはいかがでしょうか。ということでね、本日はこれで終わりたいと思います。え、ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイ。